本日のヒーローはもちろんこの人、9回のサヨナラスリーランを放ちました浅村健太選手です。ありがとうございます。浅村選手、逆転スリーランありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。まずは今日は、ご褒美グルメから飲んでいい？はい。こちらですね、サヨナラ勝利ということでイーグルスレモンスカッシュです。お味いかがですか？うまい、美味しいです。スカッとした勝利にぴったり。はい、最高です。まず逆転された後の9回でしたけれども、はい、仲間がつないでいって、はい、どんな思いでの打席でしたか？難しかったですね。誰もアウトなってなかったし、すごい勢いがあったので、本当にゲッツー打ちたくないって思ってたし、難しい打席でしたけど、まあ最終的には腹くくって、もう行くだけと思って行った結果が良かったかな。はい。その中でチーム、そしてファンを救う浅村選手の一打で、はい、見事にサヨナラ勝利しました。はい。ゆっくりグラウンド一周して、はい、最後ホームベース踏むとき本当にいっぱい祝福されたと思うんですけども、はい、どんな思いですか？いや、もう本当に嬉しかったです。今日今井投手、本当に難しい投手なんですけど、まあ、なんとか全員で、頑張って、まあ、僕も本当不甲斐ない打席ばっかりでちょっと歯が良かったんですけど、まあ、最後決めれて良かったです。はい。今チーム5連勝で、はい、キャプテン浅村選手から見てチームの雰囲気だったりこう強さっていうのはどう感じてますか？いや、もうしっかり守って、まあ今日エラーしたけど、まあ、しっかり守って、しっかり攻撃してっていうことがここ何試合かできてるから、まあ、こういう試合をなるべく多く続けれれば必ず上に行けると思うんで、はい、また頑張りたいと思います。最近試合後のリアルでファンの方からの質問を募集してまして、はい、まあ、その中で今日一つ浅村選手に答えてほしい質問、こちらです。はい、ヤンチュさんからいただきました。はい、我らのキャプテン、朝のサヨナラスリーラン最高でした。はい、毎日頑張ろうと思える元気の源はズバリ何ですか、ということです。いや、もう勝ちたいだけなんで、勝つためには自分も働かないといけないし、打たないといけないし、まあ、そのために練習もしてるし、毎日、まあ、僕の中ではやってるつもりなんで、はい、もう勝つのが嬉しいです、何よりも。はい、その思いが源になってる。そうですね、野球やってる以上はもう勝敗を意識して、まあ、この年齢ですし、この立場ですし、勝敗だけを意識してやってるんで、はい、良かったです。ありがとうございます。さあ、3位までゲーム差1位になりました。はい、明日からの意気込み、改めてファンの皆さんにお願いします。はい、まあ、多分ここから3位になったり4位になったり、いろいろなことがあると思うんですけど、
まあ、最終的には、A クラスに入れれば何の問題もないしいいと思うので、まあ、最後まで、球場に足を運んでいただいて、テレビの前の皆さんもなるべく球場に来てもらって、まあ、僕たちの背中を押してください。ありがとうございます、はい、改めておめでとうございました。ありがとうございました。いただきます。どうぞ。登録してね、楽しいイーグルスのチャンネルなんだよ。